はい、ハッピー世界線の皆様、こんにちは、竹千代です。今日も手帳タイムをしていこうと思います。えー、今ね、なんか台湾旅行のね、持ち物リストを作成しようと思ってね、iPad を開いたのはいいんだけどね、Wi-Fi の充電が切れてて、なんかすぐ電池なくなるんだけど。<laughs> まあ、すぐって言ってもさ、多分さ、私がすぐと思っているだけできっとね、この Wi-Fi のね、この端末はねあの、もう何十、何十時間もきっと放置されたんだと思うんですけれども、今ね、ちょっと Wi-Fi が立ち上がるのを待っております。台湾のね、持ち物、台湾旅行持ち物リストみたいな旅行というか、台湾に行くためのね、台湾持ち物リストの作成。 をちょっっととねしようかなと思っております今日ね、その前にね、なんか18、19、20、21って、私、あの動画ね、あの、前もって撮っといて、夜にアップするみたいな。朝ライブはないのでね、その18から21にかけ二十一日にかけては朝ライブありません。ないんですけれども、夜の動画ちょっとアップしたいなと思って、今動画をね、朝のルーティーンみたいな感じで、朝何を手帳に書いてるかっていうのを、今2本で、ね、撮ったんですけれども、そうそうそう,そう。 やっぱさすがにね、4本一気に取るのは無理だね。<laughs> あとはね、なんか作業動画とかにね、しようかなと思っております。もうそろそろ Wi-Fi が復活するかな。よし、Wi-Fi さん帰っておいで。帰っておいで、Wi-Fi さん。よし、OK。はい、帰ってきたね。台湾旅行持ち物。 今いいよねなんかさいろんなさなんかタブレットとかさそういうのでさ調べられるからさ台湾旅行で必ず持っていくものとかもあるけどちょっと待ってどれを見ればいいんだかい衣装必需品あれなんだよねあのコンセントとか同じみたいな感じのこと言ってましいだよねああ傘折りたたみ傘か 折りたたみ傘。折りたたみ傘。でしょうあとは何だろうあ、えっ、ー、と、どうしようかな。濡れ、濡れマスク的なやつ持っていこうかな。濡れマスク的なやつ。湿度が低ければね。あっちの湿度ってどうなん湿度ってどのぐらいあとで調べてみよう。湿度は。 どの程度なんだろうと。どの程度なのって書いといて。はい、えー、アイロン。アイロンね。ヘアアイロンね。ヘアアイロンっていうか、私の,あ,のあれね、コテで、ね。コテっていうか、うん、それね、ヘアアイロンでしょ。ドライヤーとかは、 もう部屋にあるらしい。昨日調べたのは部屋にさ、もしさ、ドライとかそ、そのの他アメニティとかいろいろ揃ってなかったらちょっと辛いなと思って調べてみたんですけれども、えー、大丈夫でした。あとティッシュ。ポケットティッシュね。えー、で、あとはパジャマ。パジャマな。パジャマを持っていくか。パジャマ。そして常備薬。 常備薬はこの間ね中国に行ったまんまのお薬ボックスがお薬ポーチがあるからまあ全然使わなかったけどね常備薬を一応持っていくとあとは何虫よけはいい日焼け日焼け日焼けでもその外ある感じなあモバイルバッテリーモバイルバッテリー モバイルバッテリーも使わなかったかな。Wi-Fi もいらねえしな。え、こんだけそんなバカな。なんかあるだろう。えー、っと、羽織れる上着。どうだろう上着いらないだろう。あの、ごめん。私ねあの、上着いらないだろうって普通に平気で言ってるけど、私本当にね、最高気温が8度くらいまで全然半袖でいけるのね。なんでいらないのよ。あの、冬とかアウター一切着ないからさ。 えー、ウエットティッシュ、ウェットティッシュは持っていく。ウエットティッシュ。ウエットティッシュ、頭、化粧品類ですね。化粧品類。化粧品類で、まあ、化粧水、パック、えっ、ー、と、パック、洗顔、 洗顔ああ,あとヘア系だとスプレーだねヘアスプレーヘアスプレー調べないとなこれどうなんだろうわしがいつも使ってるやつを丸ごと持っていけんのかえー、っと私がいつも使ってるサイズのやつねいるサイズのボトル 持っていけなかったら割とちょっとあれかもしれないまあまあどうにかなるっちゃなるけどねえー、っとウェットティッシュガイドブックはいらないコンセント延長コード一応でも変圧器は持っていくけど変圧器 あと充電充電用のやつコードは持っていく。で、今回、ちょっとタブレットは重いから持っていかないでしょエコバッグエコバ。エコバッグも一応持っていく。台湾旅行で持ち込みが禁止されている持ち物。ああ、それはね。 麻薬火薬生の果物野菜類肉類牛乳生クリーム電子タバコなるほどね電子タバコは所持や喫煙も違法ですだってそうなの <laughs> う私は全然あの吸わないからいいんだけどさ以下のアメニティを対象に提供規制が行われていますえちょっともうどういうこと台湾の宿泊施環境保護対策によりえ環境保護 政策により以下のアメニティを対象に提供規制が行うれミ180ミリリットル未満の容器のシャンプーやボディーソープ。まあでもこれシャンプーシャンプーとあれは持っていくからシャンプーシャンプーは持っていくからええよ。歯ブラシ歯ブラシえ 2024年の3月から宿泊施設のアメニティなしの客室を全体の3割まで引き上げると策定されています。すでに提供全面的に廃止したホテルも一部あります。えー、<laughs> マジシャンプー、歯ブラシ。いや、でもね、うちはね、泊まらせてもらうホテルはね、ここら辺はあったと思うんだよな。あ、くし。くし。あー、えー、っと、カミソリカミソリっていうか。 カミまあそれはもう持ってくからいいや使い捨てスリッパ使い捨てスリッパ使い捨てスリッパ,スリッパこれはあるかな使い捨てスリッパそしてちょっと待って現金ね超重要なのはパスポートパスポート 航空券、現金、カクレカ,クレカまあ海外旅行保険はまあいいとして、あとスマホ、スマホ、あとは、あでもこのぐらい大丈夫かな。あともう でもこのぐらいだな。あ、手帳を。手帳はですね、私はフクロウの手帳と、フクロウの手帳と、あとはあれです。えー、シャルトルの M5?M5 サイズを持っていこうかなと思っております。で、そのシャルトルの中身に関しては、中身はもう現地で渡しちゃう。中身は、うーんと、サンプルとしてね。 サンプルとして渡す。だから、最後の辺はすっからかんで帰ってくると思うけど、このくらいかな。あ,あ、リフィルストック。あ,あ、万年筆。ペンケース。ペンケース。ペンケース。インク。インクはちょっと満タンにする。こわぶうん。難しいね。 なんかさ、インクとかってさ、息満タンにしてっても帰り満タンじゃなきゃ意味ないじゃん。<laughs> 帰りからにしていくって言ってもな、まあ最悪インク持ってきゃいいか。えー、っと、あとこのぐらいかな。できるだけね、荷物は軽くしたいからさ、軽くしたい気持ちはやまやまなんだけど、あと服ね。服、肌着、カメラ。うん、カメラはいらないじゃん。あと脱いちゃう。 ぬいちゃんは絶対持っていくいちゃんあとは何電子辞書電子辞書もいらないでしょ本本本本はなんかいるかなそのぐらいかな持っていくのってねうん化粧品うん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 まあ多分このぐらいでしょう ということで私はね、ちょっとこれをもとに荷物をね、ちょっと入れるんですけれども、えっ、ー、と、今回ですね、前回なんか中国のね、旅行に行った時に、あの、家族の、えっ、ー、と、ケース、キャリーケースね、 あのめっちゃどこのどこのなんだよっていう、ね、キャリーケースを持って行ったんだけれどもそのどこのなんだよキャリーケースがね見事に壊れたので新しくねちゃんとエースのやつをね買ったので <laughs> それにねいろいろ入れていきたいなと思っております一応ねそのね私が買ったやつがえっ、ー、ともともと46リットル 46? 広げられるのねこの幅をさパッて広げるとプラス10リッターで入るようなやつでで今回私その荷物服とかもさほぼほぼワンピース持っていくからなんでいつ,いつもみたいいつもだとさ私も普通にハイネックと T シャツとあとなんかパンツとい々みたいな感じでなんかねやたらめったら着るのが多いのね。 なんで、それで洋服圧迫してたんですけど、ワンピースだったら一つで済むからさ、一着、一着、二着、三着、四着ぐらいあればさ、大丈夫だから、なんでそれをちょっとコンパクトに詰めて、ちょっとこうね、荷物の中にね、入れていきたいなと思います。タブレットも本当は持ってきたいけどね、ただ重さがあるからさ、あれだけタブレットだけってなんか1キロぐらいありそうじゃない <laughs> なんか iPad 重いもんね。なんで、そんな感じでね、ちょっとやっていきたいなと思います。よし。ということで、じゃあ今日はね、だいぶ、ごめんなさいね、ちょっと短いんですけれども、 私はちょっと今からねいろいろ準備したりとかなんだりなんだりねしなきゃいけないのでちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。よし、OK、OK、OK。明日はね朝ライブあるけど夜の動画はねないと思う。あのー、っていうのはね明日の夜こそもう準備しないともう終わりだからさ。<laughs> なのでちょっと明日のね夜は動画がないと思うんでよろしくお願いいたします。ここにも書いておくね。明日の 明日の夜だから、明日16日夜の動画はありません。動画はありませんと。よろしくお願いします。17日はね、ちょっとわからねえ。17日は状況によりないかもしれない。17日はわからぬ。 ということで、じゃあ今日もね、ありがとうございました。では私はね、持ち物チェックをこれしながらね、荷物を詰めていきたいなと思います。では、バイバイ。